ジース戦争博物館対面鉄道建設時の戦争捕虜収容所再現展示ジース戦争博物館は太王国カーンチャナブリー県にある戦争博物館。ジース戦争博物館は1942年から1943年の間日本軍の指示により対面鉄道建設のために強制労働に従事させられた。 連合国戦争捕虜に関する展示を行っている。1977年、カーンチャナブリー市内、空営ヤイ川と空営の井の合流地点にあるワット、チャイチュムポンチャナソンクラームの住職が寺の敷地内に開館した。博物館名のジースは対面鉄道建設に従事した日本人、イギリス人、オーストラリア人、アメリカ人、タイ人、オランダ人の頭文字から名付けられた。 最初ですという案だったが、タイの国民性に合わぬということでこう名付けられた。館内では再現された対面鉄道建設時の連合国戦争捕虜、収容所連合国軍捕虜による絵画作品など多数展示されている。なお館外には戦後現地において異例と社会活動に身を投じた長瀬隆の銅像がある。カーンチャナブリー県。 ムアンカンチャナブリーグンタムボンバーンタイワット、チャイチュムボンチャナソンクラームナイ。ありがとうございます。